裕でしたね。レベルアップです。今までの扉と違いますね。何があろうと前に進むだけよ。もう帰りたい。そんな場所はありませんよ。お手上げですね。また通せんぼですね。今度はボタンも見当たりません。どうやって開けばいいのでしょうか。もう一つの方法を試せばいいだけよ。こうして思いっきり押せば。何事よ。仕業でしょうね。ドカーンってされたの。おそらくはこのアレイ用からして相当数が侵入したに違いありません。当然塔も抵抗したのでしょうが。システムが破壊されたってわけか。完全ではないでしょうが、切迫した状況には違いありませんね。待って、今さっきよみがえりシステムの停止と言ったわよね。試練の結果に関係なく、もう現世には戻れないの。私たちここに置いてきぼりに。冗談じゃないわ。そんな話が納得できるわけないじゃない。落ち着く。そんなことができたら苦労しないわよ。この扉を開けなさい。さもないと私にも考えがあるわよ。嘘でしょ。扉を蹴っただけなのに。リリさん、後ろに下がってください。なんだか強そうなのが出てきました。システムが破壊されてもこういうところの立ち直りは早いのね。でもスカッとしました。リリさんがしなければ私が代わりに蹴ったかもしれません。ええ、まったく。向こうに通すつもりがないのなら強行突破するまでです。話し合いができる相手じゃなさそうですね。あれと戦うんですか。急にお腹が痛くなったので応援に回るとかは。覚悟を決めな。こうなったらもう逃げられないぜ。ついてないわね。こうやって本気を出すわよ。もっと強く。やだ。
やればできるんです。痛いの痛いの飛んでけ。やれます。はっ、これ危ないかも。誰か来てよ。いいのかな。本気を出すわよ。もっと強く。痛い。ありがとうございます。やれます。はっ、来ますよ。怖いです。わかりました。助かったわ。大丈夫だ。痛い。あんたは見てな。やれます。やっ、来ますよ。わかりました。助かったわ。はよ。みんな、防御してください。痛い。私、これ。当たり前です。しっかりしな。ち、世話が焼けるな。これで大丈夫だ。早く交代させろよ。仕方ありませんね。闇の力よ、喰らいなさい。来ますよ。怖いです。わかりました。わかりました。みんな防御してください。兄貴、いただきです。バタッ、特別よ。まずはっ。では、私も。悪くありませんね。まずはわやっ。では、私も。ユリネだって、やればできるんです。支援、ありがとうございます。まやっ。では、私も。向こうで待機しています。戦わなきゃ。
こんな感じでいいよね。来ますよ。怖いです。わかりました。わかった。みんな防御してください。余計なことしない。マニキいただきです。何か歌えそうですね。いただきです。ありがとうございます。来ますよ。怖いです。わかりました。わかったわ。わかった。みんな防御してください。合わせてください。急に言わないで。痛い。こんな感じでいいよね。もっと強気でいいんですよ。こなくそ。見ててください。一人じゃ無理です。みんなの勝利ですね。どうして私がこんなことを。ようやく先に進めそうね。リリお姉ちゃん、どうかしたの？そんなに不安そうな顔をして。これおかしい。セキュリティは悪い人を倒すんだよね。どうして水木たちが狙われるの？難しく考えすぎよ。単純にそう設定されているんじゃない？かもしれないけど。奥歯に物が挟まったような言い方をするなよ。要は何が言いたいんだ？あのクリミナルが変なことを言ったよね。犯罪人じゃない匂いがするって。だからこの中に罪人がいるとか。え、なんでなんで、どうしてここに罪人さんがいるの？水木はこう言いたいのでしょう。罪人の大半は党を責めるでしょうが、こう考える人もいたと。犯罪人の中に混ざれば私も現世に戻れるのではないかとね。いきなり何を言い出すんですか。そんなことはありえませんよ。そういえば司は遅れてきたわね。リリさんまでおかしなことを言わないでください。でも事実よ。可能性はあるだろうな。犯罪人のふりして混ざるなんて簡単だし、あの時は実際遅れたわけだし。あんたみたいなお嬢ちゃんは疑いたくてたまらないだろうな。
いいぜ、好きなだけ疑えよ。つうか疑い出したらキリがないよな。ここにいる全員あそこが初対面なんだからよ。可能性の話だろ。あのお嬢ちゃんに習って自分の考えを言っともでだ。先生の言う通りです。今は前に進むことだけを考えましょう。お願い、つながって。もう時間がないの。聞こえる、聞こえるなら返事しなさい。大丈夫と言いたいけど、残念ながら厳しいわね。もう聞いたかもしれないけど、この塔で異常事態が発生してるわ。罪人の侵入を許すだけじゃなくて、システムの一部が破壊されたわ。正常な機能を取り戻すまで相当な時間がかかる。先生、私にも話させてください。あなたは今どこにいるんですか？蘇りシステムは停止してるんですか？落ち着いて聞いてちょうだい。システムの担当者は罪人に殺されたわ。私もそこを守っていたけど、罪人の数が多すぎたの。私も含めて大勢が捕まったわ。ここは現世に戻れる場所なんでしょ？そんな重要な施設なのにどうして侵入を許したのよ。それさえ分かればこの体たらくはないわね。幸か不幸か、完全には停止していないけど、罪人の目的は全システムの破壊みたい。拷問にかけられた仲間がそう言ってたわ。拷問ってただの冗談ですよね。残念だけど。待ってちょうだい。もしも完全に破壊されたら私たちはどうなるのよ。よみがえりの結果に関係なく現世に戻れなくなるわね、あなたも。他の人がそうならないように動いているはずよ。あなたたちは先に進んで安全な場所を探してちょうだい。でも今さっき扉を守ってたやつに襲われたよ。この中に罪人がいたりしないのかな。それは分からないけど、可能性は。時間切れのようね。また隙を見て連絡するわ。くれぐれも罪人には気をつけてちょうだい。切れちゃいました。そんな、何なのよこれ。私たちこれからどうすればいいのよ。進むしかありません。まだ諦めるのは早すぎます。あの人が言った通り、まずは安全な場所を見つけましょう。しかしどんな奴らなんだろうな。もしもここにいるのなら試しに見てみたいぜ。もうその話はやめませんか。罪人の話をしただけだろ。この中にいるなんて言っちゃいない。そういう問題じゃありません。みんながピリピリしてるのに話題にする必要はないじゃないですか。
は、実はあんたが罪人だからか。そういや最初からリーダー気取ってたもんな。侵害です。私はただみんなのために。そこにいるのは誰？隔壁の異常に気づいてきてみればおかしな連中がいるわね。今すぐ名前と所属を言いなさい。おかしいわね。そのシステムは動いていないはずだけど、襲撃による誤作動かしら。そういうあなたが何者なんですか？私はマヤ、この塔に所属する指導教官。今は内部に侵入した罪人の対処で忙しいの。用がなければこのまま行かせてもらうわ。待ってください。私たちを安全な場所に連れて行ってもらえませんか？こっちも現世に戻れるかどうかがかかってるのよ。指導教官なら対応する義務があるんじゃない？リリさん、こんな時に相手を威圧しないでください。れっきとした事実よ。この一件において私たちには何の非もないわ。変ね。あなた何も聞いてないの？記録では今回のよみがえり候補は6人よ。それなのに。どうして7人もいるのかしら。事情が変わったわね。残念だけどあなたたちを先に行かせるわけにはいかないわ。システムコマンドデポテーション、これより対象者7名を地獄へ送還します。問答無用で地獄行きですか？そんな、私たちここまで頑張ったのに。こんなの横暴よ。責任者を呼びなさい。上からの命令なのよ。悪いけど恨まないでちょうだい。非常事態である以上、塔の安全は何よりも優先されるわ。あなたは所定の場所で待機していなさい。あなたは規約すら覚えてないのね。緊急時における命令違反は重大な規約違反なのよ。いつもなら見逃してあげるけど、今は規律が最優先されるの。システムコマンドデポテーション、向こうで頭を冷やしなさい。キャンプで引きこもっていればあなただけは助けてあげるわ。さようなら。地獄も慣れると楽しいわよ。さあ
次の場所に行きましょう。